宮森駅は岩手県東の市宮森町下宮守にある東日本旅客鉄道釜石線の駅。花巻と釜石を鉄道を連絡することを目指して建設された岩手京弁鉄道により1915年11月23日に岩根橋柏木平間延伸と共に開業した。当初は 762mm 特殊狂気の京弁鉄道であった。 1936年8月1日に国有化されて国鉄の駅となり、その後は国鉄標準の 1067mm 機関への改め機工事が進められた。1943年9月20日から 1067mm 機関での運行が開始されている。1943年に完成した駅舎が長らく使われ、1952年には映画、 激流のロケ地ともなった。老朽化に伴い、2015年1月19日から取り壊し工事が始まり、新たに待合所、保線休憩所、倉庫などを収容した駅舎が同年4月に完成した。旧駅舎島式ホーム1面2000の列車交換可能な地上駅である。北上駅管理の無人見駅。2014年3月31日までは、東野市が受託し、 東野商工会に再委託する簡易委託駅であった。宮森村が東野市に合併する前は、宮森村が受託し、宮森商工会に再委託していた。ホームは、駅舎より一段高い場所にあり、駅舎からホームまで地下通路を通る。ホームには連鎖閉塞式施行時代に使用されていた、運転事務室が長らく残っていたが、2009年末に撤去され小さい倉庫のみになった。 2015年から老朽化に伴い建て替え工事が行われ、従来の105平方メートルの駅舎は取り壊されて、新たに43平方メートルの待合所、保全休憩所、倉庫などを備えた駅舎が建設された。JR 東日本によると、2000年度から2015年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。宮森川橋梁。ありがとうございます。